はい、すみません。ちょっとね、緊急で動画回してるんですけどね。いやね、これどっちで開けるのかな。メインチャンネルで開けるかなっていうところかな。なんですけどね。速報なのかな。速報ではないんですけどね。いや、今ね、何をやってるかっていうと、4つ目、四日市、三重県北中市情報チャンネルね。あれ、クリスマスケーキのね、特集をやるっていうので資料を集めておって。で、今、金製のね、やつをね、集めて、で、それでちょっと資料のね、チェックとかをやってたわけでございますよ。一応やってるんですよ、そういうことね。で、そしたらね、ちょっとね、気になる記事を見かけたんですね。その記事を紹介してみようと思います。まあ、簡単に言うと、プロバスケットボールクラブとスポンサー契約結びましたよっていう話、あ、そうなんやっていうのね、やつなんですけど、記事自体は古いです。2022年の今年の9月なんで、まあ2ヶ月ぐらい前の記事なんですけど、プロバスケットボールクラブ、三遠ネオフェニックスさんと、スポンサー契約を締結しましたということですね。まあ、金瀬ってもともと、一宮、愛知県の地理がわかりにくい人だったらあれですけど、名古屋があって、いわゆる、名古屋が尾張地方っていうところなんですけど、その、名古屋からさらに岐阜より、もっと西の方、西尾張って呼ばれる地域が地盤なんですね。一宮市っていうところがあって、真澄田神社とかが有名なところなんですけど、その真澄田神社のところの、参道のところにある本町通り商店街っていうところがあって、本町商店街だったり、本町通り商店街。そこに1号店があってもうそこのね、1号店のお店はなくなっちゃって、今、兄弟店の、水谷商店なんかね、残ってますけどって感じだったと思うんですけど、で、そこの、方の、会社なんですよね。で、そこからまあ、三重にもあって、ね、それでまあ、四日市の雛形通りにあるんで、まあ、それでね、こっちの方でも紹介するのに入れておったわけなんですけど、最近はね、結構三河地方もだいぶ力を入れてきてるんで、だんだん、もともと岐阜から行ったかな？西尾張から岐阜行って、で、三重も入ってきて、で、だんだんと名古屋市内とかで、フェルナっていう新業態のやつを作って、豊田市とか、結構三河の方にもずーっと行っておったんですけど、この度ね、そう、ちょっと前なんですけど、浜松かにできたんですよね、新しい店舗が。っていうので、そっちの方、だいぶその東の方にもどんどん今進出をしているところなんですよ。それでこの三遠ネオフェニックスさんっていうところと、プロバスケットボールチームで、ここは、YouTube だと有名か、東海オンエアさんとコラボとかしてるのでもわかるかなと思うんですけど、三河と遠州地方のことを合わせて、まあ大体三河でもまあ、西三河、豊橋とかあっちが、本拠地は、そうね、豊橋になってますよね。三河のあたりとから、その浜中を挟んだあたりの遠州って言われる、地域があって、ここのところって結構経済的に昔から結びつきやすいんですよ。豊橋と浜松。豊橋、浜松をこう軸にした感じの、経済圏って思ってもらったらいいのかな、っていうところで。で、まあ、岡崎もその、三河の方に入ってくるんで、実は経済圏的に言うと結構ここと結びつきも強い。で、まあ、三河だと、まあ、今、トヨタがね、ちょっと強いんであれなんですけど、っていう感じであるんで、そっちの方にね、どんどん行くのに、そこのところのね、要は、いろんな、そのプロモーションとかも兼ねて、まあ、いうことなんでしょうね。三遠フェニックスさんと、ネオフェニックスさんと、スポンサー契約を結びますよっていう記事が出てましたと。ただ、そうですね。まあ、書いてありますね。スポンサー契約を結びましたと、静岡県、新勝県に初出店であり、そうですね。で、地元に根付く根付きたいという思いを強く持たれて活動されている、サインフェニックス様に共感し、いろいろと新地域にて連携をしたいとの思いから、今回のスポンサー契約を決定しましたということでね。まあ、あんまり金捨てって、なんて言ったらいいのかな。完全にその業態、形態、戦略か。戦略としては、サイゼリヤが一番近いかな。外食業界でいうサイゼリヤに近いんですよ。要は、テレビ CM とかそういうような CM 広告料とかをもう一切使わねえと。に全振りして、その分価格を約束して、ストレート勝負で行こうっていう、やつなんですね。今回のその景気紹介でももうその戦略もう一気見て取れるんでね。それはまたね、ちょっと4つ目の方、ご期待していただきたいなと思うんですけど、違うんです。今回言ったのはね、そこじゃないんだ。どこかというとね、記事をね、ちゃんと読んでね、株式会社金瀬、かっこ、
本社、愛知県一宮市、代表、牛田義弘は、ってなってるんですけど、ちょっと待ってと。あれ？あれ？いつの間にか社長変わった？ いや、あれね、全然知らなかったんですけど、社長変わってたんですね。ヨシさんに変わってたんですね。実はね、存じ上げてる方っていうよりは、あれですね。まあ、言ったことあったっけ？うちも昔金据えて働いてたんですよ。実はここで、ね、働いてたんです。新卒で入ったのが、うちがここでね。で、まあその後、うち、春楽前事業部とか、そういった、まあ、春楽前でね、お店があるんで、まあ、オーガニックなレレレって言ってるんで、ね、多分知ってる人も多いと思うんですけど、オーガニックの店で働いとって、実はその時の、上司だったのが、実は吉さんなんですよね。なんかね、ちょっとね、組織形態がね、ぐるぐるぐるって改変した時に、なんか、あの時総責任者だったっけな。その時総責任者だ。っていう、ポジションで、入って、で、どうやらうちが、組織変更、どこの直属なのか分からなくなってね、直接、直属なんですかね？私、直属の上司に関ですって聞いたら、直属の部下らしいぞみたいな感じだったね。だから直属だったらしいですけど、っていうようなこととかもあったっていうね。懐かしいな。もう、5年ぐらい前の話になってくるのかな？っていうことなんですけどね。っていうようなことがあってから、まあ、当然ね、息子さんだったんでね、その時は、あれだったんですけど、ただね、なんで気づいてなかったかっていうと、これはね、原因になると思う。これね、ちょっと金星さんにね、早急にね、対応しておいてほしいんですけど、おいと思ったんですけど、会社概要見てみましょう。あれ？と思ったんですよ。気づいてなかったかなと思ったんですけど、会社概要を見てみるとね、まだね、アキラさんになってるんですよ。ちょい待ちと。前から、嘘そう思ってた。確かね、牛田アキラさんになってるんですけど、この方がその、吉弘さんのお父さんですね。うちが入った時は、社長、牛田アキラさんだったんですよ。いうので、まあ、当然、お店の巡回とかでもよく、見てはったんで。っていうか、まあ、ヨシさん来てからは、ほぼほぼ毎日、社長か、奥様が買い出しに使っていただくことも多かったですね。社長の奥様が使っていただくってことも非常に多かったんで、まあ、ほぼ毎日なんか見かけるような感じだった気もするんですけど、確か、一回、社長、あれ、変わった鎌田さんになってたよな、とかいう感じはあれと思ってたんですけど、っていう情報はちらっと入っとったんで、あれと思ってたんですけど、情報解読を、会社概要のね、比較的ね、代表者ね、大事なところなんでね、変えときましょうって。で、これいつ変わったのかなって思って、ちょっと調べてたんです。そうしたらね、書いてくれてる記事があったんですよ。これ、またリンク貼っときますね。なんか、リーダー集会どこのかな？ PC さんっていうところの、いわゆる、シンポジウムのところのやつで、なってたんですけど、令和2年の記事でもう、社長になってるんですね。あれ？と思って見てみたら、経歴書いてくれてたんで、あ、これ見てみたんですね。経済学部の卒業後、アメリカ留学、そう、留学してから来とったんで、だから、入社がうちの半年前とかになってたのかな？その新卒が入ってくる前に、もう中途採用って形で入ってきとって、だったんですよね。だから実はその、研修？各種、入社研修みたいなのが、一緒に、実は、やってたのがあって、まあ、それでちょっと、進行があったところから始まりのっていうところなんですけどね。で、現地の大学にて、まあ、ですから、計画終了してから来てるんで、で、そのまんま、そうなんですよね。向こうの、現地の方は、オーガニック系のね、こととかそういうのに強い、ところに入って、そこの、要はスーパーマーケット事業とかを、学んできてから来てるんで、3年半
経験者の気になってるでしょ。だから、それなんで結構、年齢が一緒なわけじゃないです。全然上なんですけど、そうそうそう。まあ、もう40超えたし、そろそろ社長になるのかなとかって思ってたんですけど、よく見てみたら、入社後、船長、バイヤー、生鮮統括、そっちの方行っとったんだ。輸入開発責任者とかね、プロセスセンター、PC ですね。PC の責任者とかを歴任して、2017年6月より、これまでないけ、ということです。なんで、かねせさん、ホームページの情報を変えときましょう。これはね、元社員からの提案でございます。あとは、吉弘さんね、ご就任おめでとうございます。すっげえ今更なんですけど、5年前でね、しかも2017年6月っていうね、このね、かねせらしい。普通大体この手の就任って4月じゃないですか。4月に人事異動があって、その時にね、社長就任とかっていうケースよく聞くじゃないですか。かねせね。実は人事異動がその年一のその、まあ半年に1回か年1回とかっていう会社が多いのかなと思うんですけど、もうね、かねせはね、下手しは月に2回人事異動の事例出てますからね。めちゃくちゃ、動かす。すごくかす、活発に、人を、動かして、いろんなところに、どかどか、生かして、育てるよっていう感じの、ところなんで、本当に、今週は事例出てるかなっていう感じの、確認の仕方をするっていう感じだったのがね、多分今もそれは変わってないんじゃないかな。まあ、なんでね、柔軟に対応する、アメーバ経営の、ね、ところなんでね。っていうところとかが大切っていうことで。とりあえずこれだけ。そう。この後またその収録しないといけないんで、ああ、やべえ、収録するしかねえじゃんなっていうところなんですけどね。とりあえずこれだけ、ってね、気がついたんで、すっげえ今更の情報なんで、全然、速報でも何でもないんですけどね。私の中では速報だったんで、一応、あ、そうだったんだっていうのね、伝えておくのと、あと何、患者さんにね、ホームページの情報は更新しておいてくださいと、いうの、ね、それでね、お願いという形でね。いや、そうか、そうか。よしさん、ね、まあ、そうだよね。もうそういう時期だという、なるよね。だから5年前、5年前、だからちょうどうち、40なるかならかぐらいの時にかな、っていうことか。まあまあまあ、そうか、そうか、そうですよね。もうそういう時代になったんだな、ということをね、深々と、感じながらね。まあ、ヨシさんがうちの方、ここと覚えてるかどうかは怪しいけど。むしろ、黒歴史になってそうで、記憶の隅から、消してそうで怖いですけどね。いや、あいつ、あの部下を持って、他のは俺の中の黒歴史みたいに思われてる可能性は十分にありますからね。確かこんなことやってるぐらいですからね。ただ、動画投稿を開始したのは、もっと後ですからね。ちょうどですから、スターステージに書いたのはこの頃か、一宮の時やったから。プレゼントっていう名前から、ちょっと、大幅リニューアルを図って、スターステルって名前にして、一番最初のロゴの策定とかを、その時の同期のメンバーとかでやったりとかして、やったなっていうのがありますね。まあ、その時からのメンバーも残ってますし、キッシーさんがそれ、その時からのメンバーですからね。っていうのとかもあったりしますけど、ね、だからですね、っていう感じでございますね。そうか、内田さんね。よしさんになったんだね。ああ、もうそういう時代なんだなと思いながらね。まあね、もしね、あれでしたらね、全然、スターステルではね、案件、いつでもお持ちしておりますので、お店紹介とかね、オーガニックの、ね、新商品の紹介とかね、何でもやりますよ。実はね、オーガニックの商品ね、多少知ってるみたいなんで、はい。ご連絡いただければ、はい。同期で、SNS 繋がってるね、やつでもね、何でもいいでね、とか、まあ別にここの、URL ね、あれね、送っていただければね、大丈夫なんでね、ぜひ、いいお返事お待ちしております。なんじゃこれ。何だったっけ、何だったっけ、とにかく驚いたもんで、とりあえず取り始めたから、特になんか何かを言って何も考えてないの、話し始めてから考えようってやってたんで、失敗しましたね。まあでも、もう編集するのもあれなんで、もうこのまま足りなくて出しますんで、よろしくお願いいたします。あとあれね、このチャンネルだとサブちゃんとまた別で、
よもや雑談？よもやま雑談みたいなやつは、前にやってましたよね。よもやま雑談って言って出してましたけど。サブちゃんと、もう、サブちゃんももう1ヶ月先まで全部組んであるんで、なんかぐちゃぐちゃになるんで、時系列、番号の振り分けとか時系列とか何かぐちゃぐちゃになるんで、このっていうのはもうパッと取ってパッと出すやつは、よもやま雑談って言って、よもやま速報にするか。新しく、よもやま速報とかにでもするか。今思いついたからそうするの。で、いうような形で、ポンと入れてくるような形したいと思います。まあ、本当は速報とか日清ニュースは、緑のチャンネルでやるって言ってたんですけどね。あとはあてでちょっと上げないといけない、ちょっと重大報告もあるんで、あれなんですけど。ですけど、何だったっけ？何だったっけ？今回のはね、まあ何せ2017年の話は今更速報って言ってもね、もう遅いってレベルじゃねえわってね、ことなんで、まあ多々ある、こういうことね、情報遅いんでね、そうそう、いうことでございます。ということでね、一応そういう報告でございます。ね、めちゃくちゃよしさんだね。ということで、以上でございます。ということでございますかね。なんか新型バカでもいいや。ご視聴ありがとうございました。まあまあ、よかったらまた、金瀬さんも、いい案件のお話とかお待ちしてますよ、っていうんでね。よいしょ。なんだこれ。